必ず釣りだから気合入るよ。また来れた。どうだろう今。じゃあここが与那国島です。お願いします。石原の作戦はとりあえずモツさんの家を取ることです。まだね、まず頼む。まず自分のやること、うん、あ、おはようございます。そう、風です。知ってる。おはようございます。おはようございます。高橋、かぶせないでよ。高橋が。与那国島名物、ちっちゃい回転台。来たぜ与那国。7回目。今日初日なんですけど、今9時半。潮がいいってことだから、まず出て、すぐのとこの100メーターぐらいのところでカンパチやって、で、そのまま島の今度反対側に、東の曽根っていうのがあるんで、そこで、まあ、90メーター、80から90、100ぐらいのところで、まあ、カンパチ、GT、それからハタ。このハタがでっかいんだよ。このハタは、だいたい、前、市場で水揚げされてたのを見ると60キロから80キロぐらいの旗が出て、もうそこで何度もやられてるから、その旗をやっつけたいなって。もう前回も来れないし、前々回も行けないし、ずっと行きたくても行けない場所だから、これなんとかね形にしたいなって思います。まあタックルはね、朝場なんであんまり大きいのぐらいつもりで、今日用意したのは、5点の4番、4番なんだけど、これ今割と5番ベースに作ってるんで、まあ、ちょっと固めにできてて、それから5番が、今回コルクリミテッドの、まあ、5番っていうので、一応試作で作ってみたやつがあるんで、このコルクリミテッドの5番をベースに組み立ててみたいな。大体ジグが、まあ、浅いんだけど、大体250から350、まあ、400、まあ、チャフもあるんで、チャフだったら360、まあ、入れば220も含めて、ちょっと入れてみたいな。で、もう一個が PPJ。で、PPJ が今回、57、2番ですね。をちょっとメインで使ってみたいな。なぜなら、この浅場で、あんまり重たいの振る必要もないし、だいたい250、300の、フレアスリムを中心に入れて、反応を探っていきたいので、まあ、それを動かすにちょうどいいのが、まあ、この57なんじゃないかなと。まあ、ここら辺をやりながら調整したいと思います。まあ、まず今日はこの3本で組んでいきたいと思います。で、PE はだいたいね、4号、3号、4号。まあ、こっちに3号入れて、どっちかに。3号、4号、4号ですかな。まあ浅いんだけど、舐めてるとでかいの出るから、
っとここはね何度もやられてるから分かります。よし、あとはちょっと初日なんで、まあ、肩慣らしのつもりでやりたいと思います。明日からはね、またちょっと深場に入るんで、深場は深場のタックルとかまた変わります。まあ、この PPJ の必要性をまず見して、PPJ だけじゃなくて、まあ、ゼスタのスローで、まあ、でかい魚を一本取りたいなと思います。よろしく。まずは石原にちょっとあれだね、この与那国のポテンシャル見したいな。お願いします。まずは GoPro セットしちゃおう。はい、
上がりづらいの。一緒に
構巻いたんじゃないですか。アイロコーン。ってってってー。